なんだお前。ああ、こんな高い酒飲んじゃって。こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前、ボーイって感じじゃねえな。あーうめえ。こんないい酒浴びるように飲むなんて本当の酒飲みのすることじゃねえよな。何しかとしてんだよ。俺らんこと舐めてんのか。ん、どこの誰だって聞いてんだよ。おらてめえ何もんだよ。おらよかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。うわ、なんだよこれ。話すと違うじゃねえか。え、話だと。秋山さん、何やってんすか。お前一人か。え、あ、はい、兄貴はまだ時間がかかるみたいなんで。そうか。何てめえらごちゃごちゃ喋ってんだ。そうか、分かったぞ。俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろうと知ったこっちゃに、全員ぶっ殺してやるぜ。てめえ人んちの島で暴れといて何言ってんだこれ。来んなお前は。え、これは俺の喧嘩だ。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村は関係ねえ。秋山さん。やっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの町でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ舐めた口聞きやがって。いいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で、いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんなじゃ。なんだ、終わりか。